と連綿金属表彰、表彰式を開催します。まずはじめに松戸市長本郷谷健二よりご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは、市長の本郷谷健二です。今日は長年にわたってですね、松戸市の介護職員等などでですね、松戸の福祉政策に大変、貢献していただいた皆様方に対して、感謝の気持ちをお伝えすることができて大変嬉しく思っております。日本の介護制度ができたのが、2000年ということで、今からまだ20年ぐらいしか経っておりません。そういう意味ではですね、介護の最初から皆様方からね、本当に松戸市の介護を支えてきてくれた、来ていただいたことだというふうに思っています。そういう意味ではね、本当に感謝の気持ちは絶えません。そして今の介護のね、いろんな、政策をですね、実際に担っていただいて、そして高齢者のためにね、あらゆることをしていただいているということで、本当に嬉しく思っております。これからもね、ぜひこの松戸のね、この高齢者の、福祉政策を、支えていっていただきたいと思っております。そういった意味での感謝の気持ち、今までの対する感謝と、これからに対してね、本当に後輩などを育てていただきたいというふうに思いますし、いろんなもんで、いろんな意味で期待しております。本当に今日はおめでとうございます。続きまして、表彰状の授与および表彰者のご紹介となります。今年度は108名の方が表彰者となっております。その中から動画への出演が可能な方のお写真をいただいておりますので、利用者様や職場の方からのお祝いメッセージとともにご紹介させていただきます。ご紹介においては順不同となりますが、ご了承ください。表彰状授与。市長に代わり私の方から代読させていただきます。表彰状。あなたは市内介護保険事業所等において永年にわたり勤続され、利用者に誠実で安定継続的なサービスを提供することに尽力されてきました。よってその功績を称え、これを表彰します。令和4年2月3日松戸市長本郷谷健二。表彰者紹介。介護老人保健施設快楽園、吉田勝様。竹地信明様。久坂幸太様。山口彩子様。元沢雄二様。寺前京子様。太田明様。影山裕二様。ステイホーム生き生き社中和倉、古賀実様。大曽根理恵様。リハビリテーション生き生き社牧野原、辻浦美香子様。青空の里六甲台デイサービスセンター、田中広明様。特別養護老人ホーム陽光園、成島和邦様。陽光園居宅介護支援センター、菅玲子様。グループホームマーガレット、石寺由紀子様。
川名薬局川名節子様。特別養護老人ホーム小樹園平井明則様。伊藤美津子様。特別養護老人ホーム小樹園アネックス村上弘子様。岩本久美子様。短期入所生活介護事業所小樹園太田純一郎様。増田信幸様。通所介護事業所小樹園斉藤直人様。小樹園デイサービスセンターメルグラン笠井彩子様。福島清美様。通所介護事業所小樹園三浦信子様。特別養護老人ホーム明神園星野進様。西圭次郎様。吉田愛様。佐藤美智子様。羽鳥優子様。星野のり子様。明神園デイサービスセンター塩田満様。パークヴィラ陽春館池田道久様。大谷茂子様。斉藤陽蔵様。岡田恵美子様。伊藤武史様。山本正幸様。ガーデンコート常盤平工藤和代様。松戸ナーシングヴィラそよ風早坂美希子様。山本真由美様。太田典子様。グループホームユーカリ新松戸高原逸子様。新松戸グループホーム上野安江様。飯沼浮江様。グループホーム日向ぼっこ村山裕二様。特別養護老人ホーム南花園門田静江様。檜山栄子様。鮎川邦彦様。長谷川龍健様。南花園ケアプランセンター安藤久恵様。
特別養護老人ホーム第二南花園、新たに拓也様、塚本康房様、斉藤優太様、特別養護老人ホームひまわりの丘、小高明美様、新藤七尾様、富松ひろみ様、石原秀樹様、以上59名様分の写真とメッセージのご紹介となります。写真でのご紹介ができなかった表彰者の皆様についてはお名前をご紹介させていただきます。表彰者全108名の皆様、永年勤続誠にお祝い申し上げます。これからも皆様の存在を必要とする方々への温かく優しいご支援をどうぞよろしくお願いいたします。